やはやチャンネルのかのです。今日は赤ちゃんあるあるを紹介します。まずはこれ。いつの間にか顔に傷が。こんな感じでお伝えしていきます。ママにご飯をもらっているとお仕事をしてしまいます。お仕事って？乙女に聞かないでください。はじかち。風の強いお外でのこと。うまく息が吸えなくなってしまいます。お外を散歩しているといろいろな人が声をかけてきます。かわいいわね。いくつ？孫と一緒だな。機嫌の悪い時や泣いている時にこれを見せられると泣き止んじゃうんです。ガサ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 。なんでかしら。あたちは靴下脱ぎ名人。いつだってよいしょよいしょ、もうちょっと、よいしょ。やったね。誰もいないところを見て笑っちゃうの。あたちには見えてるんだよ。最後に歌の下手なママと歌います。はい、せーの。大きな栗の木の下であなたと私仲良く遊びましょう。大きな栗の木の下で。上手。どうできたか？最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね見てね。